どこにいるの？アイスクリーム屋。何してんの？アイスクリーム買おうとしてんの。ほんと？なんで？え？なんで？見つけたから。じゃないでしょ。ひとこにちゃんと言ったように言ってよ。ひとこが食べたいって言うから。ひとこが食べたいって言うから。ひとこが一生懸命頑張ってたからでしょ、うん、ということで今日はここのメイプルビューファームのアイスクリーム屋さんに来ました。55からのハッピーライフ。おいしい。おいしいですか？うん。こんなところですね。北海道にいるでしょ。
ということで、帰ります。よいしょ。これです。あ、あの犬かわいい。すごい大きい犬だね。ああいう大きい犬も。こっちは、あそこ矢印って書いてあるけどね、一応。あそこ。でも。うん。あ、こっから。そうそう。さよなら。さよなら。自転車してる人がいるし、ほら、これをして、ね、植物の自転車の人たちが、ここで花を作ります。惜しかったね、ジョー。ありがとう。もあってさ、あの木とか倒れてるじゃん。見えた？さっきはラクーンがひょくひょく歩いてたしさ。また、あれサイクリングの人、この人また別の人？危ないな。結構今週のあのストームは割と深刻で、至るところで洪水が起こってたし、木がね、もう道をこう塞いじゃって倒れて、それであれよ、うちのオフィスなんてあのリモートになったけど、あの車でさ通れないからとかそういうのもある、危ないっていうのもあるしね。だからほんとさ、駐車場とか外にさ、車止めとくと、木がさ、それこそ倒れてきて、車が破損したりするから気をつけて。そう。それは非常に大切な選択ですね。だから前のね、割れた木のね、落ちてきた。ああ、まあね、それは知らなかった。そんなさ、木が落ちてくるなんて知らなかったからさ。私が、ほら、こういう木が折れてるとかさ、私が言ってる木が倒れるっていうのはもう本当道を塞ぐぐらいの大木が倒れるっていう意味で。そうそう、結構あるんだよね。でも、うちのメルセデスの、そのグリルがやられたっていうのは、わからない程度にさ、なんか、ちっちゃい枝がさ、入って、なんか、ほとんど知らなかった、気づかないよね。そういうの。あそこにそもそもグリルがあったなんて、誰も気づかなかったし、ジョーに言われるまで、あ、こんなところにこんなのがあったんだ。基本的に木の下に止めるときって雨をしのぐときとか、うん、なんかそういう日陰にね、バイクのするとか、そういうのをするんだけど、ちょっと一時的に止めるだけで、うん、長く止めるほら、あの木もすごい倒れちゃって。あとは標高の低いところ。うん。水が溜まるのもあるし、あと、
逆に高っ、崖みたいなところに崩れると思います。うん。